花は直行。伴直行は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。忌味名は、直寺、直行とも、通称は長八、後に、段衛門に改めた。一時、出家した際には、鉄牛と合した。後世、南馬戦記などの軍記物や岩見茂太郎の、講談などで有名になったため、伴段衛門の名でも知られる。出自は不詳である。 尾ワ国の人で、同性であるため、小田氏の家臣、花輪直政の一族か縁者とする推測もあるが、縁州横須賀州で老人となった、須田次郎左衛門という人物が本人であるという、話や、和佐国養老の里の出身で、千葉氏の家来だったが、小田原北条氏家臣で、ジ王八万の旗印で知られる、北条綱重に仕えたという話。 宗州玉縄の住人で玉縄上司となった北条左衛門大部の価値となという話もあり、出身地や蘇生も定まらない。前歴についても不詳である。両夫より身を起こして小田家臣の堺聖将の馬卒となり、功を挙げて小田信長に私分として取り立てられたが、酒を飲むと暴れ出すという悪癖のために人を殺めてしま放逐され、老人となって、 諸国放浪したという話もあれば、前日のように、北条綱茂の家臣であったが、小田原合戦の後に浪人となったとする話もあり、小早川高景の家臣、滝権下門に仕えて二百国地業を得ていたが、浪人となって貧窮し、と臣秀みの家臣、木村茂るここの故障たちが哀れに思い、衣類を揃えてやって、加藤義明に口添えしたという話もある。 いくつかの話には、老人中はしぐれ、佐之助を名乗ったという逸話も登場する。小田原合戦の後から朝鮮出兵の前のようで、あるから、天正18年から天正20年の間と推測されるが、豊臣秀吉の家臣で、伊予国松山の大名となった、加藤義明に召し抱えられたことは、それぞれの話で一致する。朝鮮の役では、 吉明は青い絹四尺半の真ん中に日の丸を描いた旗印をこしらえさせたが、この騎手を近所の推薦で、不御将であった直行に任せることとし、直行はこの目立つ旗を背中に背負って活躍し、たびたび武功をあげて、350国の治療を得た。漆川領海戦で敵の番船3層を8名で乗っ取るという手柄もあげている。戦役後、全国の治療をもらう。 鉄砲大将に出世し、その際に地位にふさわしく、花はダンエモン直行と改名したという。しかし、慶長5年、1600年の関ヶ原の戦いの時に、鉄砲大将を任されながら、命令を無視して勝手に足軽を出撃させたため、吉昭の歓喜を被り、昇水の職を務めうべからず、イコールお前には、将の役目をめる能力がないと叱責された。これに憤慨した直之は、 水不止め港南の水高飛び、天地一貫カモメ、イコール小さな水に止まることなく、カモメは天高く飛ぶとの監視を、書院の大床に貼り付けると、六を捨てて出本した。一方、監視を見た、吉明も激怒し、方向が前を出して、諸行が直行を雇うのを妨害した。方向が前の身ではあったが、小早川秀明は吉明よりも格上のために、遠慮せずに、 彼を召し抱えて、直行は戦国の治療で、鉄砲大将となった。慶長七年、1602年10月の秀明の死去により主家が断絶して、浪人となった。ついで、小笠原義光の治具を得て、徳川家康の子息である、松平忠義に仕えたが、こちらも、慶長十二年、1607年3月に死去して、断絶し、再度浪人することになった。ついで、 福島正則が、馬回りとして飯かかえて全国の地業を与えていたが、名古屋城追記の際、慶長十四年に、吉明が生息に直に抗議して方向構えを守るように迫ったために、悲免された。このような経緯から民間を諦めて、明神寺の大流和尚のもとに寄宿し、一時期は停発して仏門に入って、鉄牛を称したが、刀脇差しを帯びた姿で爆発をして、 段家の不況を買った。慶長19年、1614年、大阪冬の陣が始まると、直行は現続。山形三郎衛門なる者を家来としてまずは、大見路へと進んだが、関東法、徳川方は、大勢で功を挙げても六は期待できないが、豊臣方、ラバ太鼓をあげれば、大名にもなれると相談し、決心して引き返して豊臣方に参加することになった。 浪人衆の一人として、大将、王のハリフサの組に預けられ、和議が迫った頃、志願して、野衆の許可を得て、十一月十七日、直行は、米田健物と共に、八塚イタル人の陣に野衆をし、その家臣、中村うこんを打ち取るなど戦果を挙げた。その際、直行は、本八橋の上に将棋を置いて腰掛けて動かず、地卒に下地を飛ばして戦い、幼稚の大将、 花はダンエモン・直オと書いた木札をばらまかせた。これは義明に対して自分には、憔悴の際もあることを示すためだったと言われる。本町橋の野戦翌年の大阪夏の陣では、武将の一人に任じられ、初戦における奇襲攻めにおいて、王の春草の指揮下で出陣し、朝野長明と対戦。4月29日、カシーの戦いで、一番槍の光妙を狙い、 仲が悪かった先人の岡部大学、ノリツと競い合って突出し、春草本体や泉国の一期勢との連携が取れないまま、混戦に陥った。直行は、朝野家臣の田子、田子助左衛門、亀田大隅、八木新左衛門、及び横井平左衛門、上田朱康の家人らと交戦。一説には、直行は、田子の弓矢を額に受けて落馬したところを、八木に組みつかれて、 首を打ち取られた。遺説では、亀田大隅あるいは横井平左衛門が打ち取ったとも言う。また、上田重康本人と遭遇し、槍井一本に貫かれたとの説もある。この時、上田重康は、敵隠れの茶釈を削っていた。直行の領友の丹野は重政は、その選手を見て、敵中に切り込み、打ち死にした。この時、大将の大野春夫さは、 が、元泉寺で食事をとっており、廃法を聞いて、慌てて退却した。大阪方では生還した、岡部大学が、有志、花は直行を見殺しにしたとの批判が、上が、岡部は、戦闘時は奮戦したものの知りいたことを、恥、一時切腹を覚悟し、落城の後には名を変えて陰性した。直行の墓所は、大阪府仙南郡南中通り。 村大和坂市にあり、大阪府道64号和歌山海津河川、熊野街道を沿いに、丹野和重生の墓と隣接して存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。